じめまして、テレサ・アポカリプス。誰？私はケビン・カスラナの影、カスラナの聖魂の人造意識だ。便宜上聖魂の意志と呼んでも構わない。聖魂の意志？確かジークフリートがそんな話を。違う、彼はどうして私の夢にこの何もない最深部に現れたの？私にとって相手は聞いたことがある程度の存在でしかないのに。どうやらなぜこのような状況に陥ったか理解していないようだ。お前は七重の夢を飲み込み意識の境界までやってきた。しかしそれは目的地のない冒険だった。お前はなぜ己がここにいるかわからないままだ。いいだろう、ここに至るまでの経緯を見せてやる。お前の自称反抗的なとある生徒の話から始めよう。これは本物のケビンは聖魂計画を始動させようとしたが、ライデン・メイは彼のやり方に賛同しなかった。彼は自由を与え、彼女の思う正しい行いをするチャンスを与えた。聖魂計画？そう、すでに動き出している聖魂計画。それは月の近くを飛ぶハイペリオンにいたお前が夢に囚われ最終的にここにやってきた原因でもある。ここはカスラナの聖魂空間の核心となる地帯まであと一歩の場所。本物のケビンがかつて残した暗闇の残影だ。だがそれよりお前は聖魂計画の方が気になる。そうだろう。あなたの言葉が本当なら地球上では数多くの人たちが窮地に陥ってるはずよ。どうすればここを出られるの？私の試練をクリアし本物の聖魂覚醒者になればいい。そうすれば聖魂計画がお前に与えた束縛もおのずと消えてなくなる。運命の申し子の聖書はお前のために開かれ、この世界に起こる巨大な変化から逃れられるだろう。そんなことより、あなたが本当にカスラナの聖魂の意志なら教えて。どうすれば私は聖魂計画からみんなを救えるの？あなたの言う通り、災いがすでに起こってるなら、今の私に必要な情報はどうやり過ごすかってことじゃないって分かってるはずよ。ああ、そう焦ることはない。今実行されている聖魂計画は天球実験のコピーではない。それにハイペリオンにいるお前がなぜ巻き込まれたかを理解すれば今後の展開を把握するのに役立つはずだ。まずはお前を安心させてやろう。今のところ聖魂計画のせいで本当の意味で命を失った者は
この地球上では一人もいない。だから慌てるな。その裏で何が起こっているのか知る時間はまだまだある。ケビンと渡りガラス、それも最近のことなの？待って、どうしてあなたがそういうヨルムンガンドの内部の状況を知ってるの？言ったはずだ。私はカスラナの聖魂の意志、お前の夢の一員ではなく、この世に存在する聖魂の管理者だ。本物のケビンから記憶を少々入手する方法だって当然ある。それに聖魂計画によって私たちの境界もどんどん曖昧になっている。それってあなたとケビンの境界、それともあなたと私の境界？どちらもだ。私が言ったように、今のところこの地球上で聖魂計画のせいで命を失った者は一人もいない。なぜなら具現化した聖魂が人類にとって変わることがこの計画のゴールだからだ。そして人類は夢となり、過去の聖魂空間と一体化する。どういう意味かはさておき、それは確実に私の状況と関係がある。その点は間違ってないのよね？その通りだ。月は聖魂計画の要。何も知らないまま月に近づいたお前は、そのせいで一人目の犠牲者となったが、ビシュの特有の性質によりお前は夢に落ちぶれることなく、あらゆる元凶を飲み込み、ここまでやってこられた。待って。つまり、普通の人間なら、最初の夢に浸ったままになってたっていうの？私が夢で見た姫子とみんながまだいるセーフレイヤーのような。そうだ、彼らの意識は聖魂と同じ存在の形に変化し、実数世界から虚数の隙間に退く。そしてその代わり、聖魂の中の思想は実体となり、徐々に外側の空間に降臨する。それらは向かい合い、安らかに眠る人類にとって変わるのだ。聖魂が人類にとって変わる。でも聖魂計画って、人類の中から全ての聖魂覚醒者を選別する計画じゃなかったの？聖魂覚醒者の価値は非常に貴重だが、所詮聖魂と人類の交わり、聖魂計画の最も原始的な保証に過ぎない。例を挙げよう、テレサ。物語の人物が降臨し、独自の世界を構築し、それぞれが無限の可能性を未来へとつなげる。そんな世界は今の世界と比べてどうだ？わからない。でも
悪くないと思うわ。では補足しよう。その世界では物語の人物に少量病死などなく、世界が滅びるような危険もないならどうだ。ただ悪くないとだけ思うのか。それはまさか。何か心当たりがあるようだな。ではこのようにまとめよう。もし天命の理念が正しい運命を見つけることで、ネゲントロピーの理念が間違った運命に逆らうことなら、ヨルムンガンドの理念は運命そのものを超えること。その三者に上も下もないが、人類の歴史に幾度も現れたように、互いの目的が相入れなくなった時、正義同士の間に摩擦が起こることは避けられない。でもヨルムンガンド側にとって、聖婚計画は確実に終焉の律者の降臨を阻止できるから、他の代価は計算する必要はないって言いたいの？そんなに簡単な話ではないのかもしれないな。私が話したように、今の聖婚計画では、聖婚は人類にとって変わる。彼らは人類の文明を全て継承する。そうすれば惑星の視点から考えて、地球は何かを失わずに済むだけではなく、何らかの昇華を迎えることもできる。地球が昇華する？夢に閉じ込められているお前にとってはまだ抽象的すぎる話だろう。無理し、この5万年前の記憶の方がお前にとって価値があるはずだ。これはかすらない一族の起点の一つでもある。ケビン、初めて自分の子供に会ったわけだけど、何か感想は？この子は彼女のような瞳を持っている。そう？目の部分はあなたの遺伝子を元にしてデザインしたんだけど、だって母親は生まれつきの近眼だったから。いいわ、今はジョークを言ってる場合じゃない。この子が将来何を担うか分かってるのよね。彼は僕を殺すかもしれない。あら、急に覚悟のある言葉を口にするのね。ああ、そんなことしか言わないなんて、彼女との子供を持つ資格はないわよ。事実を述べたまでだ。いいでしょう、私も事実を述べることにするわ。私は終焉の律者が降臨するときにその体をハッキングする。そうすれば次の輪廻が来るとき、私はこの手であなたたちの子孫を皆殺しにできるかもしれないわ。どんな父親になるかはあなたの自由だけど、同じ英傑として一つ忠告してあげる。
あなたが成婚計画を背負ってる以上、メイの子供も巻き込む必要はない。終焉が降臨した後の世界はあまりにも広いんだもの。リンネが再び回り出すまで、人として生まれた自由を満喫する時間が彼にはたくさんある。あなたたちはそういう自由が大好きなのよね。そうでしょう。安心なさい、成婚計画は絶対に公平よ。この世界に降臨する資格を持ったら、終焉も運命も人類も、あなたさえ綺麗に粉砕できるわ。それは願ったり叶ったりだ。とにかく私たちは地下の洞窟で暮らしてるだけ。ああ、この避難所の話をしてるんじゃないわよ。私たちは原始人なの。洞窟の入り口に背を向け、手足を縛られて地べたに座って、後ろから照らしてくれる炎を頼りに、目の前の石壁を見ることしかできない。たまに炎の光によって石壁に何かの影が見える。それらの影が私たちの目に映る世界のすべて。ほとんどの原始人にとってそれは別に悪いことじゃない。彼らはそれらの影に己の全力を注ぎ、そして作り出された物語を崇拝し、称える。でも、もし長い時間の後、ある原始人が鎖を振り切って、洞窟の外に行ったらどうなると思う？きらびやかで美しい世界を目にする。そんなこと言うまでもない。ただ、彼はそのまま外に残るか、それとも仲間を助けようとするか、あなたはどちらだと思う？彼の仲間が助けを必要としているとは限らない。だが、彼にとって、やらなければならないことも同様に存在する。その考えは面白いわね。けどケビン、まさか自分のことを影を照らす炎だと思ってないでしょうね。どれくらい理解したかははっきりと言えないけど、なんとなくケビンや他の人にとって成婚計画は崩壊に勝つ以外にも意味があるように見えるわ。成婚には彼らの知識とお前たちの歴史が記録されている。先ほどの例え話で言うと、文明にとって恐らく人類こそが壁にある影で、成婚は洞窟の外にある真実のすべてだろう。人類は過ちばかり犯すくせに、自ら甘んじて落ちぶれる。美しいものを作りながらよく壊す。それが彼らが常に失敗に支配される原因でないとは言い切れない。自分で自分を持ち上げてるの？成婚の意思。いや、一つの概念を述べているまでだ。本当のイデアと比べて、覚醒後の人類と比べて、私はまだまだだ。イデア？イデアは人類と成婚の共通のゴールだ。少なくとも
5万年前から遺伝子に聖痕を刻まれているお前たちにとっては、お前は律者をよく知っているだろう。イデアは律者と対になるもう一つの極地だ。外見的な特徴から言えば二者は極めて似ているが、しかしお前はイデアを目撃したことがない。天元のことも知らない。故にお前の理解できる言葉で聖痕計画のことをこう訳すとしよう。律者に呪われた人類を捨て、もう一つの礎石で文明を再定義する。文明を再定義する？ああ、お前は把握しないといけない。一部の理念においては人類は文明の踏み台でしかないということを。それが理解できないなら自分の宿命と向き合うところから始めるといい。行け、テレサ・アポカリプス。それはお前がいずれ向き合わないといけない試練だ。姉ちゃん、うん？